これは通らない。お、昇竜拳。あ、行きましょうか。相手はブランカ。さあ、どういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。あ、ちょ、おい、いきなり変な昇竜拳が出ましたけど、投げまして、まあこれはしょうがないでしょう。うわ、マジ、いやー、マジか。しゃがみ中パン、あ、やってないけど、しゃがみ中パンラッシュまで入れ込んでたんですけど、ラッシュの、ラジャーハリーの部分がお漏らししちゃったな。うーん、もったいない。昇竜拳なんか間違ってますが、破傷撃、こういうのは、うわー、昇竜拳が出なかった。おい、あれー技食らってる間はインパクトを擦るという手癖がありますが、なんか奇跡的に通ってましたよ。いやー、早すぎる、あまりにも。あ、やってない。あ、今の格好ありそうだな。あぶねえ、おいしい。これはまあ間髪入れずに攻めましょうか。これはいつもの入れれば終わるよね。うえいにしてもブランカちゃん人形ブランカちゃん人形っていうか、ういブランカのこのコスチュームなかなか独特だな笑いが出てきちゃうね。さあ、間髪入れずに第2ラウンド、負けたくないぞ。うわー、垂直ジャンプとか効くのかな。うわー、危ない。うえ、波動拳、あー怖い。お、いいね。ダッシュからの立ちシューパンが通って、投げは通らない。あ、いたー。これはまあこうかな。あ、いった。昇竜拳投げる、おいしい。オッケー。シミのつもりで後ろ下がりしてたんですけど、無敵技がとか、あの、来てくれたんで噛み合いましたね。いいよ、投げは通った。オッケー。さあ、中速とは、うわ、な、早いな。やっけした。これダメだな、やったら下がんないとダメだな、ちゃんとやるなら。うっ、痛い。うー、やばいやばいやばい、痛い痛い痛い。暴れますよ。これは通らない。お、終わったー噛み合っていく。ブランカのことはようわからんが、おいーわかんねえんだったらとことん攻めるしかねえだろと、そういうことですかいや、なんかもしかしたらブランカって俺の動画では初登場なのかもしれないな。もう100本以上上げてますけど、まさかの動画初登場のブランカ戦なのかなっていう気がしますね。いや、正直遭遇率が低いんで、いまだにこのキャラのことよく分かってないんですが、今回はこっちの攻めががっつり通って、まあ、特に置き攻めが通って勝ったのかなという印象でした。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆さんはこの試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。わからんキャラにはやはり攻めを通してリーサルを逃さないと、そういうことですか。